日本の中心、琵琶湖のほとりに佇むユウさんの琵琶湖バイタル研究所。研究所所長はメディアプロデューサーのミスター琵琶湖ユウさんこと川本優。ユウさんの琵琶湖バイタル研究所スタート。皆さん明けましておめでとうございます。バイタル研究所所長のユウさんこと川本優でございます。そしてはい、バイタル研究所の元気娘ごまきこと後藤真希です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ新しい年が始まりました、はい、バイタル研究所これからももう元気いっぱいで頑張っていきたいと思います。さあ、はい、もうね非常に綺麗な、はい、ね、艶やかな、はい、もうセットも変わっております。そうですよ、タツの置物とかいっぱい、ね、華やかにお正月らしく、ね、はい、さあそして知らず先生綺麗、ね、ちょっと立っていただいてくるりと回っていただきましょうか。綺麗、大人の魅力が溢れてますね。こういう抑えた色でね、うん、この子の埼玉から栃木で飛んで埼玉が飛んで栃木からね来てくださったということでよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして宿目さんはまた、うん、おなんかいいですか、やんちゃな感じで。おめでとうございます。成人式にいそうな。そしてマサヤンはいつも通り、はい、僕はもうね白衣が清掃になってますので。よろしくお願いしたいと思います。はい、ちょっと触ったちょっとあの触れてもらっていいですか。ピンクで ね、はい、ちょっと年替えもない。それ言わないで結構です、ね、はい、はい、綺麗であります、はい、ありがとうございます。元旦ですから、はい、はいはい、たい皆さん本当明けましておめでとうございます。ね、バイタル研究所このメンバーで一緒に、ね、頑張っていきたいと思います。さあマサヤン、はい、まずね、新年一発目のデータとしまして、はい、辰年に関する言い伝えを持ってきました。辰年はですね、天高く昇る龍に守られる辰年、はい、強運やお金に困らないといった言い伝えがあります。はい、嬉しいじゃない。嬉しいですよね。楽しみ。そうです。で株式相場の格言として、はい、乾の借金、辰巳で返せと言い表されることがあります。あ、犬とか飯年の借金マイナス相場を辰の時に返せと、ほんまや。そうなんですよ、まあ、言い伝えではありますが、うん、実際に株価が高値をつけた辰年もあるということで、そうか、2020年も景気のいい年になるといいなということですね。はい、年末検証しますからね。ですね、全部バーそんなことないのね、はい、景気のいい話でいきましょう。はい、はい、バイタル研究所第1週目はバイタルトピックスと題して、地方創生にまつわるトピックスを毎回5本紹介していきます。はい、うん、1つ目のトピックスはこちら、男と女のラブゲーム、内縁解消の財産分与は。弁護士陽子が一発解決。今日も男女問題のアドバイザー白戸陽子先生に解決していただきましょう。はい、大好評のコーナーですが、はい、まあ元旦の夜にやるべきありますが、はい、ね、白戸先生と言いますとこちらであります。まあニコニコ離婚弁護士ということで、だいたい何件ぐらい同時に抱えてらっしゃるんでしょうか。そうですね、だいたい常時80件から100件ぐらいですよね。はい、それだけの男と女のストーリーをよくご存じで、ドロドロ。さあということで、離婚男女問題のまあエキスパート白戸陽子先生にいろんな相談が来ております。はい、こちらです。事実婚状態で続いた共同生活でしたが、最近多いらしいね、うん、事実婚の共同生活、ね、うん、ついにお互い別の道を選ぶことになりました。これまで2人で残してきたものがいくつかあるんですが、財産分与ってできるんでしょうか。陽子さんアドバイスお願いします。ということで、40歳の小牧さん、小牧の、まあ、ちっちゃい小牧さんです。キーポイントは事実婚状態で財産分与、結婚関係やったらまあできるのは分かってます、うんうん、じゃあ皆さんに、はい、財産分与できる、はい、イエスオアのせーのドン、はい、ドン。あ、これ分かれました、うん、イエスです。先生分かれるところです。はい、答えは、答えはイエスです。
イエス。おお、はい、財産分与はできるっていうことになっています、うん、はい、はい、でこれ、まあ、先ほどもご指摘ありましたけれども、うん、まあ、結婚されてるお二人であれば、まあ、離婚するときに財産分与って言って、はい、まあ、お二人が築き上げた財産は、うん、分けましょうっていうルールが法律にも決まっているんですけれども、はい、まあ、事実婚の状態であってもそれを累推適用しましょう。要するに、まあ、累推適用、はい、同じような、まあ、関係だったらやっぱりそれは財産分与を認めてあげないといけないよねっていうことで、過去に裁判例がありますので、はい、まあ、その累推適用だから、要するに、まあ、事実婚状態でもその事実婚状態を解消した時には財産分与ができるっていうこと自体は、もう今にとっては争いがないっていうことにはなってます。さあ、まずは民法768条の財産分与を見ておきましょう。はい、この規定が、まあ、ご夫婦が離婚する場合には財産分与っていうのができますよっていうことと、うん、あとは、まあ、お二人で話し合ってもお話がまとまらないときは、まあ、家庭裁判所でも調停などできますよっていうのがこのルールなんですけれども、はい、まあ、このルールを事実婚の場合であっても、まあ、適用していきましょうと、累推適用していきましょうっていうのが、うん、まあ、過去争われたことがあって、うん、裁判例として残っているっていうことですね。あ、さあ、じゃあ判例を見ておきましょう、うん、こちらなんですが、なんと古いですよ昭和31年ということですからちょっとこれご解説をお願いします。はい、でまあ、これはその内縁の解消の時に、まあ、財産分与ができるかどうかっていうことがまあ争われたんですけれども、まあ、法律上の夫婦の離婚に伴うものを財産分与認められているので、まあ、累推適用できますっていうことを判断したものになります、うん、なので、まあ、これも同じように協議でお話し合いがまとまらない場合には、うん、裁判所で、調停などができるので、うん、私も実際にご依頼を受けして、うん、内縁関係の解消の財産分与っていうのをやったことがあります。へー、はい、あ、そうか。でこの争点、要するに争いになるのはその内縁関係に解消の際に財産分与が認められるかっていうよりも、うんうん、そもそも内縁関係が認められるのかっていうことにかなりハードルが高くて、はい、それは今でもかなりハードルが高いっていうふうに考えられてます。結婚式挙げてる挙げてないとかそんなのもあるんですか。そうですね、その内縁関係が認められるかっていうことの判断の要素としては、まずそのお二人に婚姻の意思、まあ、入籍の意思はなくても夫婦としてやっていくっていう意思があるっていうことと、あとはその共同生活の状態があるっていうことが必要なんですけれども、まあ、結婚式挙げたっていうことであれば、それはまあその婚姻する意思も状態もまああるでしょうっていうことで、考えられやすいので、確かに難しいですよね、うんうん、その判別するとそうやね。そうですね、うん、フランスとかめちゃくちゃ多いじゃないですか、うん、そうやね、もう結婚という形にこだわらず、うん、まあ婚外子っていうんやけどね、うん、婚外子の数が多いから少子化も回復したように見えてるっていうところはフランスはあると思うんですよ。まあ日本のなんていうか、まあ、宗教観というか道徳観がそれに合ってるかというとね、そうですね、なかなかまだ日本ではその、まあ、結婚されてないお二人の間に生まれたお子さんの保護をどうするかっていうのは、うん、なかなかまだ保護のハードルは高いですよね、うんうん、だからその事実婚のご夫婦であってもお子さん生まれる時だけ入籍するっていう方もいらっしゃったりするので、そうなんです、法律上のまあ親子関係を、うん、まあ、認知っていう形、認知っていうのは要するに自分の子供だって認めることなんです、うん、はい、それ以外の方法でちゃんとまあ親子関係を戸籍に残しておくっていう意味で、その時だけ入籍をするっていう方もいらっしゃいます、うん、勉強なる場合、面白い、なんか我々の固定観念で言うと、やっぱり出会って恋をしてきっちり結婚式挙げて届け出もしてとか思うけど、まあ時代とともにまあ男女関係も変わるということでね、陽子先生のまた相談受け付けておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ゆうさんの琵琶湖バイタル研究所、元旦夜の放送となっております、はい、続いていきましょう。ケコ散歩、夢を語る音楽ライブ、うん、ウルフェス。おう、バイタル研究所の助手の一人、うん、ケコさんが大人たちが全力で夢を語る音楽ライブウルフェスに取材に行ってきました。2024年新年明けましておめでとうございます。正月一発目のロケはですね、大阪の豊中市服部緑地に来ております。今日ロケしてくれるのはこの方。はい、山崎愛子です。お久しぶり。はい、明けましておめでとう。おめでとう。女性の活躍、子育て応援をしております。メディアを通して皆
な元気にしてきます。愛子です。よろしくお願いします。今を挑戦している大人たちが全力で夢を語る音楽フェスとなってるみたいで、そのウルフェスに行ってみたいと思います。はい、行ってきます。寒いね。早速行こうか。行くのか。ウルフェス主催者の大山智明さんです。ウルフェス主催の大山です。音楽を使って子どもたちが夢を見るきっかけ作りであったり、うん、虐待とかネグレクトとかそういった社会問題を啓発する活動を主にメインとして活動しております。このフェスのコンセプトは挑戦&ノーボーダーと言いまして、どんなあの環境に生まれてとでも夢を見れる社会を作っていく、うん、そういう、まあ、コンセプトがあります。このウルフェスはどんな感じに仕上がってるでしょうね。リアルタイムでこう調整してる姿とか見て何か感じてもらえたなっていうところで、音楽でこう挑戦しよう、そういう姿を見てもらいたい、まあ、自分だけじゃなくて思いに共感してくれたアーティストさんたちとこういろんなパフォーマンスを通して過去の自分のようにこう生きることに希望を持つとか夢を持つ、そんなきっかけになるイベントになったらいいなっていうところで、はい、さらに発展したものって何か考えたんですか。そう、起承転結でこのイベントを考えているんです。木はこう思いを伝える、うん、で小はそれを広げていく、うん、で、まあ、天結っていう、まあ、ちょっと秘密にしてるんですけど、秘密なんですか。まあまあこうヒントを言うと、自分じゃなくて、いろんな人を巻き込もうと、キラキラしてる大人をいっぱい作りたいので、うん、今回はこう僕らが語っているんですけど、うん、まあ、次回からはこう地域の人たちが参加できるような仕掛けを今考えてます。はい、それではウルフェス出演者さんにインタビューをしていきたいと思います。ありがとうございます。はじめまして、スキマスキャンと申します。よろしくお願いいたしま す。今回のウルフェスタはやっぱり夢を叶えようっていうところで開発してるんですか。はい、やっぱり子供に元気与えたいとか、うん、音楽に助けられたっていうその主催の大山さんの思いを僕たちもやっぱ経験として、ね、音楽に救われてきた思いがたくさんあるし、次は僕たちも歌い手として救いたいって思いがあるからこそ、うん、このウルフェス、まあ、2回目参加をしたいなということで参加させていただきました。はい、ルービーの皆さんにインタビューしていきます。普段はどこで練習してるんですか。ダンススタジオでやっています。桃谷のダンススタジオで、ね、はい、しています。先生、怖いですか。優しいです。言わない。ルービーはどういうコンセプトでお作りになったんですか。ダンスを通してみんなでこう助け合ったり、チームワーク、気づき合うっていうのをできればいいなと思ってやってきてます。グルービーのメンバー、ダンス好き、ダンス大好き、ウルフェス実行委員の皆さんです。お願いします。5人組なんですけども、バンドを結成されてるんですか。なんか僕がこうウルフェスをやってて、こう同じようにこう輝ける、ね、こうイベントを作ろうっていうところで賛同してくれた方が募っていて、バンドになったっていう形ですね。バンドのコンセプト的にはやっぱこういろんな人のキラキラをね見てほしいんです、お客さんには。あのプロじゃなくて、こんなに一般の人でもすごいキラキラしてるから、それを音楽を通して伝えたいなっていうところが、まあバンドのコンセプトとしてはあって、ただそれを全員共有してたかっていうと、して別にしてはなくって、なんとなくこのウルフェスの趣旨に賛同するから結果バンドになりましたっていうところなので。武田と言います。神戸出身で現在24歳なんですけども、今回初めてのウルフェスを撮影させていただきました。すごく楽しかったです。服部緑地野外音楽堂っていう場所でやらせてもらえるっていうこと自体がスペシャルなことなので、そこで僕らアーティストからしたらお客さんがいないとね、あのライブってただの大きい独り言になっちゃうので、それをこうしてね、支えてくれる方々が目の前にいてくれたっていうことが僕は一番幸せだったなと。ええことを言いますね。風間ひなのです。高校3年生17歳です。よろしくお願いいたします。ウルフェスね、2回目っていうことですけども、うん、はい、2回出てみてどうですか。他のイベントよりもより一層なんかすごい出演者様もそうですし、あのお客さんとかみんなのその、あの、あったかい空気のその一体感っていうのがすごい感じるし、なんか、去年も今年もすごいなんか出させていただいて、すごいあの幸せな気持ちになるイベントだなと思っております。挑戦&ノーボーダー。いやー、いいですね。なんか音楽仲間というかね、音楽はやっぱりこういうステージでは強いなと思います。あの服部緑地野外音楽堂っていうのは本当に有名なアーティストもやってるところですからね、そういう意味では
そういう場になりがちなところを、まあ、市民レベルで音楽を楽しもうというね、これ主催者の方は本当ご苦労もいろいろ多いと思うけど、続けていってほしいなと、少しでも回数を続けてほしいなと思います。さあ続いていきましょう。宿目の建築うんちく町の始めを学ぶ、住まいのアドバイザー宿目誠二が毎回住まいのトリビア情報を紹介していただきます。はい、こちらは宿目さんお願いします。町の始め、はい、うん、ちょっと耳に馴染みのない言葉と思いますけど、町の始め、まあせっかく今日お正月1日なんで、はい、お正月らしい話というか、はい、建築では仕事始め、はい、最初の年始めの仕事始めの時にこういう町の始めいう、まあ、初詣ではないですけど、はい、まあ、今年1年の安全を願って、行う式のようなものが、漢字ではこう書きます。手尾の始め、はい、ね、まあ、長寿鉢とかいう、ね、手ですね、長な始め、まずこれが長な、そう、もう見よ、あんまり見たことないような道具だと思うんですけど、まあ、手尾の斧ですよね、斧の一種で、最初木を伐採して、その丸太の皮を削るための道具、まあ、つまりは仕事の最初の道具ということから長な始めという形で、これと、まあ、差し金、墨壺、この三種の神器と呼ばれる建築で非常に大事なやつを、まあ、祀って、まあ、安全祈願しましょうという、まあ、差し金というのはサイズをしっかり測って、墨壺っていうのは、墨壺というのはね、糸がくるくると巻いてあって、タコ糸みたいな、タコ糸みたいな細い糸 で、それに墨汁を浸しまして、ピーッと伸ばして両端をしっかり引っ張った状態でね、真ん中パチンと弾いたら一本の線が引けますよっていう、それ線を引く道具であったり、じゃあまあ大工さん建築関係者はもう長な始め、これを三種の神器ということで、今年もよろしくお願いしますという、そうですね、やってらっしゃるということで、そうですね、お正月なんで皆さん鏡餅とか、地名、飾り、あと門松とか飾るようにこれをしっかり、まあ、飾って、まあ、安全も願うということ、そうですね、安全祈願も安全が第一なんでね、建築は。でも宿目さんね、こう見るとなんか、建築業界というか大工さんの世界って本当に日本古来から続いてるから、 それにまつわる、まあ、ことわざというかね、言い回して結構まさにあるんやね。そうなんですよ、語源の慣用句がありまして、こわかすがい、かすがいっていうのは何ですか。かすがいという釘の一種で、こういうこの字型にこっちがとんがってて、こっちから打ち込んで止めるんですけど、こっちの木とこっちの木をつなぎ合わせるのをかすがい釘で、なるほどね、まさに夫婦をつないでるのが、そうですね、ここはかすがい、うまいことかなってますね、建築で、そうですね、使う道具言うんやね、面白い。他はこけら落とし、よく言いますよね、言いますね、歌舞伎座のこけら落としの公演やとか、映画の初めのこけら落としとか、あれはこけらは大工さんがこうステージの木を張ったステージをきれいに仕上げるためにカンナで削りますよね、カンナで削った削りカスというかクズをコケラと言います、あれをそれを落とすんや、舞台がほうきで入って、さあ舞台ができました、ステージが始められますよ、コケラ落としという、だからまあ初めての公演とかに使うわけやん、コケラ、しますもんね、コケラ落として、今にやっぱり建築用語っていうのは生きてるんですね、いろいろなところに潜んでますね、いや年の初めに勉強になりました、ね、これからちょっと自慢して言う知ってるみたいな宿目さんどうもありがとうございます。最後に宿目言葉締めてください、はい、ありがとうございます、今日も一日ご安全に、あお、それが長な始めでありました、ありがとうございます。ゆうさんの美白バイタル研究所第1週はバイタルトピックス、4つ目のトピックス、販路を一気に拡大できる越境 EC、 最近話題の e コマース用語、越境 EC、 海外狙いの通信販売で重宝するシステムのようです。詳しくはデータマンのまさやん教えてください。はい、そうですね、越境 EC とはですね、
海外に向けたネットショップという意味でですね、まあ、このコロナ禍で店舗にお客さんが来ないというところで、はいはいはい、ネットショップ、インターネットに、ネットを開く、うん、ショップを開く方っていうのがすごく増えました、うん、で、まあ、この円安の影響とかを受けてですね、海外に向けたネットショップを意識する人ってすごく増えてるんですね、はい、うん、でその時にですね、問題になってくるのが関税だったり貿易、うん、まあ、言語の問題っていうのが出てくるんですけども、それをクリアしにしてくれるサービスというところになっております、うん、はい、うん、まあ、そんな越境 EC の新サービスの発表が大阪で行われました、うん、はい、弊社はですね、世界の越境 EC 販売金額 20% を日本にというミッションを掲げて、日本企業がグローバル市場で成功するためのソリューションを提供している会社です。本日発表する全リンクにより、越境 EC の壁を乗り越え、海外進出がより身近でシンプルになるものです。全リンクの仕組みです。基本的に国内 EC サイト持っていれば誰でも簡単に使える越境 EC 対応化サービスです。導入する企業はタグを1つ埋め込むことだけで、国内 EC サイトのフローを変えないままで、そのまま海外のユーザーに日本の商品販売できるようになります。具体的に言うと、海外からアクセスすると都外のサイトではお買い物できるという旨を案内します。そして英語はもちろん、フランス語、スペイン語、イタリア語、合計で19言語で、ユーザーのブラウザの設定に合わせてバナーが表示されます。そしてユーザーが好きな商品をカートに追加します。最後に注文依頼を押すと、全マーケットのサイトに飛んで決済できます。そして全リンクの料金の仕組みですね、至ってシンプルです。初期費用または月額費用、ダッシュボードという固定費用は一切いただきません。販売手数料 10% だけで利用いただけます。全リンクというのは単なる越境 EC 化するだけではなくて、しっかりと販売実績が実る越境 EC サイト化をお手伝いしたいと思います。そして今回ご紹介した全リンクという柱を成長させて、全1の輪もこれから広げたいと思ってます。はい、ということで越境 EC、うん、これは新しいシステムのサービスですね。そうですね、もともとやっぱり越境 EC するのって結構いろんなこう、うん、問題をクリアしていかないとダメなんですけども、うん、はい、それを一手に受けてくれるというサービスなので、すごくね、今後、うん、活躍できる、ね、サービスだと思います ね。いやー、正月ぼーっとこのテレビ見てはる人もなんか物を売ろうという時、ね、日本だけじゃなくね、こういう手法もあるというのはちょっと覚えておいてください、うんうん、はい。さあ、最後のトピックスいきましょう。知られざる韓国慶尚北道魅力発見ツアー。皆さんは韓国の慶尚北道はご存知でしょうか。先日ユウさんがその魅力を伝える取材に行かれました。さあ、ということでまずは慶尚北道ですね、はい、こちらご覧ください。韓国こういう地図になっております。ソウルがあってプサンがあるっていうのはお分かりだと思うんですが、このね、ちょうど、中部の、まあ、東側ですね、これが慶尚北道と言われてる、まあ、滋賀県で日本でいうと近畿地方とかそういうものですね。韓国の東部に位置するということで、人口は270万人やから大阪と同じぐらいかな、市でいうとね、あと四国ぐらいの面積がありますよと。そして観光スポットが多いんです。韓流ドラマのね、ロケ地によくなっていますし、グルメはもちろんのこと、歴史文化でいうとね、この、四国ぐらいのところにユネスコの世界文化遺産はなんと16もある。16すごい、いうところなんです。さあ、それではちょっとハイライトご覧になってください。
さあまずは華やか、もうこういう、うん、なんていうかな、時代衣装を着て、ね、桃太郎みたいなおじさん、もう桃太郎、まあ昔の王様なんやけどね桃太郎みたいな格好して、これが古墳なんですよ、古墳がすごく多いんです。ちょっと写真見てください、これね、全部古墳、全部全部、今をもってまだ古墳の発掘が進んでるというのでね、まあそれだけやはり歴史的に見ても、あの非常に多くの豪族が住んでたということなんでしょうね。そしてやっぱりグルメですよ、ね、まあ海沿いということもありましてね、まずはカニが解禁されました。これ美味しいよね。さあそしてね、もうタコの踊り食いとかね、まあ赤貝とかホタテとか、これ生牡蠣ですね。こういうのをちょっと韓国風のソース、ちょっと辛めのソースつけて食べると非常に生でも美味しい。何してるんですか、これは実はすごいことなんです。これものすごく広い劇場で、これ私ね舞台に連れ出されましたね、観客の一人として出演したんですか。出演したんです、はい、これがね、あのフライングっていうね、はい、まあ実はこれみんな体操選手なんです、だから体の動きで見せる演劇で、まあノン言語だから言葉分からなくてもいいというブルーマンみたいなもんですよ。だからあの国際観光都市を目指しているので、こういうエンターテインメントがあって、この方たちもうすごい身体能力がすごい、全く身体能力のない私が大変な舞台でしたけど、またな、ドカンドカン受けた、さすがですね、笑いは取れるぞ、むちゃくちゃ受けたんです。それをまた ねあの番組で楽しんでいただきたいと思います、はい、前回りとかでしょ、そうそうそう、でんぐり返しとかね。まあね、京商北道を狙った番組っていうのは本当少ないと思いますので、1月の29日、はい、バイタル研究所で、京商北道スペシャルやりますので、ね、はい、ぜひ皆さんあの見ていただきたいと思います、はい。このメンバーでまたロケでも行きたい。そうですよ、それこそね、うん、SNS で見てて私誘われてないわと思ってたんですよ、はい、あなたを連れて行くアイデアは一切出ませんでしたそんな寂しいですけど、はい、まあ、今年はね声かけてください、お待ちしてます、ね、まあ、ロケもいろいろ行きたいと思いますね、はい